日本一ソフトウェアプレゼンツ。画面の前の皆様、こんにちは。村人Qでございます。夜回りの方ね、やっていきましょう。ピンチでございます。はい。ピンチ。ピンチ。ピンチ。あれ？手はいないな。ちっちゃい手は、この光で、浄化できるみたいです。祠でね。ちょっと待って、これあれか。この、なんか、筋みたいなのに沿っていく。こう、いいのかな。いいっぽい。よいしょ。結構ね、前回から何やってたのかと。前回はですね、この神社っぽいところにたどり着きまして、その、神社の中にね、お姉ちゃんがいたというので、お姉ちゃんをね、見つけたんですが、お姉ちゃんを起こそうとしたら、こんななんかでっかいやつが出てきたと。いんな、あれ。で、この、多分祠の明かりを全部つけていけば多分クリアできるんじゃないかなと思いますが、あっと意外と難しいのよね。あれ、祠で張ってんのか。でこのね、赤いのに沿っていけばいいんじゃないかなということに今気づいた。あ、で、あれだ、ここに隠れればいいんだ。あの手がいるからね。あの手が走り去るまで待てばいいんですよ。で、まあ大体赤い影でわかるんで、位置がね。なんかでっかい顔面みたいなのはあんま速くないんで。去ったね。やばい。よいしょ。うまくね、隠れていきましょう。OK だね。はい、やべ。危ない。危なかった。でこのね、一番上の赤いのが顔のやつですね。顔のやつの位置なので、おーっと、で手はね、意外とうるさいんで、手のやつはね、ドタドタとやってくるので、まあ、手のやつはやっぱここに隠れてやり過ごすしかない。あそこ多分あと1個だけなんだよね。あと1個、あと1個、間に合う。よいしょ。よし、来ました。人型の集合体だったみたいですね。さあ、神社に戻ってまいりました。あ、お姉ちゃんです。お姉ちゃん、死なないで、お姉ちゃん。あ、動いた。お姉ちゃん大丈夫？
私探しに来たの。お家に帰ろう。怖かった。寂しかったよお姉ちゃん。一緒に帰ろう。さあ、というわけでね、お姉ちゃんと一緒に、トンネルを抜けてきました。ああ、さっきのが。あ、これは私が操作するみたいです。あれ、走りはしない。なんだろう、なんだ、なんか変だ。え、あ、なんか霧が、あ、真っ暗だ。真夜中みたい。ライトをつけなきゃ。暗くて何も見えない。ポロだ。ポロが生きてた頃の海藻ですかね、これは。フォローを置いてどっかに行ってしまいましたね。夜回り。あ、エンディングですか。というわけでエンディングを迎えました。ちょっとね、音楽関係はスキップしよう。できるんなら、できるんなら。できないので、このままですね。というわけでね、夜回りのストーリー一通りクリアしたことになるのかな？わかんないけど。最初にね、ポロがいなくなって、それを探しに行ったお姉ちゃんもいなくなってね、女の子一人で夜の街を探しに行くといった感じの、ゲームでした。怖かったね。怖いのに加えて、それなりに難易度もあったんで、個人的にちょっと難しいところいろいろあったんで、ゲームとしての出来非常にいいんじゃないかな。面白かったね。実はね、ハロウィンセルで、Steam のね、ハロウィンセルで買ったんですが、買ってよかったなと思います。というわけで夜回りドーンと。というわけで、さて、これはお姉ちゃんで、これ主人公の女の子ですね。ポロのお墓ですね。ここにポロを埋めたんだよ、一緒にお参りに行こうっていうので来たんでしょうね。
はい、というわけで、セーブが完了しましたと。いうので、ここからは、あ、なんかノートがある。夜が来る。街に夜がやってきます。お姉ちゃんがいなくても、ポロがいなくても、たとえ私がいなくても、夜が来て、朝が来て、また夜が来ます。ということで、お姉ちゃん、左目痛まない？私のためにごめんね。助けてくれてありがとう。なんだこれ。で、あとはですね、この、街を探索しようってあるじゃないですか。これは、あれですね、こちらコレクトアイテムが結構ある。で、このパズルのかけらとかね。まあ、いっぱいあるんで、それを集めていく感じになるんでしょう。でも、あれかな、多分ストーリー的にはこれにて終了となります。で、またなんか、ちょっと、この先になんか、新要素あるのかと言われると、ちょっと微妙なんですが、あとはもうコレクションになるから、実況するかどうかわからないですね。ちょっと、攻略サイトとか見ていい？なんか、ここの池まだ行ってないから、ちょっと池に何があるのか、ちょっと攻略サイトでチラッと見て、なんか要素があるなら、やりましょう。というわけで、ちょっとね、攻略サイト見ていきたいと思います。はい、というわけで見てきましたが、ないみたいですね。新要素というか、まあ、コレクトアイテムはやっぱあるんですが、あとはもうだから、夜の街を探索するって感じですね。なので、夜回りの実況は、これにて、あ、いろんなものを拾ってくるのねと、お姉ちゃんも言っております。あ、これ話しかけるたびに、なんか変わるんですね。この部屋にいると何かの気配を感じる。なんかあんのかな、家の中に。ま、というわけで、実況としてやるのはこれが最後になると思います。で、まあ、これね、ちょっと購入情報というかね、まあ、Steam での情報を言っておきますと、このゲームね、通常価格2015円かな。で、販売しております。セール時にはね、かなり、値下がりする、しますね。で、私は、日本一ソフトウェア、このね、夜回り出している、日本一ソフトウェアのホラーバンドルというのでね、この夜回りというゲームをゲットしました。ハロウィンセール中にね。で、それに入っていた他のね、ホラーゲーム、もう、まあ、結構面白そう。まだやってないんですが、面白そうで、これからね、また実況していこうかなと、思っております。まあ、というわけでね、皆さんもぜひ買ってみてはいかがでしょうか、夜回り。うん。で、次回とは何かと。次回とは何かという話なんですが、まあ、次からね、まあ、この実況が終わったんで、次はこれの続編となる、新夜回りという、ゲーム、プレイしていきたいと思います。これもね、日本一ソフトウェアのホラーバンドルに入っているゲームで、ハロウィンセールの時にね、同時に買ったので、やっていこうかなと思います。というわけで、お姉ちゃん、犬とね、飼い犬とお姉ちゃんを探して夜の街を駆け巡る夜回りというホラーアドベンチャーゲームねの実況をこれにて終了とさせていただきます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。次やる新夜回りも見ていただければ非常にありがたいです。それではまた。